平成27年台風、第27号は2015年12月11日に発生した台風。新路図12月9日に発生した熱帯低気圧 28W が11日15時にカロリン諸島の北緯9度05分、統計138度レーブで台風となり、アジア名名狼と命名された。台風は12日未明にフィリピンの監視領域に達し、 フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名の名と命名した。なお、台風名のリストに予定されていたフィリピン名はノノイであったが、秋の大統領のニックネームであるノイノイと似ていることから命名後にノナに変更された。台風は精神してフィリピンに接近しながら12日以降に急速に発達。 24時間で中心気圧を46ヘクトパスカル、48時間で65ヘクトパスカル低下させて、非常に強い台風へと成長し、現地時間14日11時ごろにサマール島の北サマール州東部に上陸して、フィリピンを横断、15日夜に東民道路州から南シナ海に抜けた後、17日9時に北緯13度0部、 東計120度レー部で熱帯低気圧になった。暴風雨警報の状況台風の接近に伴い、サマール州で13日にシグナル1の暴風雨警報が発令され、14日には、ルソン島の南、カマリネス州、カタンデュアネス州、ビサヤ諸島の北サマール州、ビリラン州など9つの州に、シグナル3が、マニラ首都圏や、北、カマリネス州やマリンズケ州、 レーテ州など8つの州と地域にシグナル2、その他広範囲にシグナル1が発令された。22日までの集計ではフィリピン全土で74万人以上が事前避難。332の地域で洪水が発生して被災者は約28万人、被災家屋は24万6780棟、死者42名、負傷者24名、 行方不明者4名。被害額はインフラと農業、漁業などを合わせて約52億ペソとなっている。この台風のアジア名、迷路はこの台風限りで使用中止となり、自順からはチャンパカというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。